さんです。研究生のココミです。レイルです。コノさんじょコナツさんです。グリーンコンチュメナツです。レイルです。研究生のセイラです。エブリンさんです。ファンハリーです。レイルです。研究生のジニです。はい、ということで今回はムックブックになります。今回はただのムックブックじゃなくて、はい、いつもはその全員じゃなくて何人かで4人とかね、そうやってると思うんですけど、今回はメンバーがちょうど7人いるということで、1人1コーデで1週間分やっていきたいなと思います。1週間コーデね。自分たちの秋コーデの私服を持ってきたのでお届けしたいと思います。はい、はい、レッツゴー。では最初にリリカちゃんから月曜日のコーデをお願いします。お願いします。私が用意したお洋服はこちらのエブリンさんのお洋服です。かわいい秋服です。学校の放課後に映画館デートに行くっていうことで、ちょっと可愛くしたいじゃないですか、うん、なのでお姉さん系にしたいと思います。リリカさんといえば映画デートですよ。映画よく行ったりですよね。あとリリカちゃんといえばワンピース。そろそろかな。そろそろかな。そろそろかな。おっ、では失礼します。かわいい。バッグはお、かわいい、かわいい、こちら止まっております。かわいい、ピンクで、かわいい、はい、めっちゃバッグかわいい、すごいね、もうかわいい、シュラしてる、こんな感じです。大人っぽい、メトロティ背中開いてるの。あ、かわいい、映画館だから。あら、最近流行りのアームウォーマーみたいなのもつけちゃって、これセットなのでめっちゃいいです。マンデーでした。マンデーでした。じゃあ次火曜日の方誰ですか。私です。はーい、はーい、じゃあチューズでやります。じゃあまずこれです。うん、はい、着替えました。かわいい、お姉さん、かわいいよね、これスタジオから、うん、なんかさ、みーちゃんさ、めっちゃ鎖骨綺麗じゃん、うんうん、だからあの服とか超合ってね、見える系のがいいんだね。へそ出しってねえ、お姉さん、あ、おお、かわいい。ここはなんか1回開けてちょっと後ろにこう落とす感じ、うん、できて、で、で下はなんか開けてちょっとチラ見えみたいな、うん、全部溜めてるとこういう感じに見えちゃうかなと思って開けてます。靴は厚底のスニーカーです。やっそ。で、バッグはこれです。かわいい、かわいい。で、最後ちょっとなんか色は入ってるんですけど寂しいのでピアスをつけます。真っ赤のこの大きめのやつをつけます。はい、完成です。かわいい。私のテーマは放課後にもみじロードを歩きながらのスタバデートです。おお、リリカちゃんみたいな感じは私着ないじゃないですか。ちょっとラフな感じの格好がどちらかといえば好きなので、まあ決まりすぎずでもちょっとおしゃれな感じで、髪の毛はおろすよりちょっと上げた方がこういうの映えると思うのでおすすめです。うん、私の流行りの緑を入れて、フレアパンツはあのこれなんかハイウエストになってるんで足が長く見えます。秋なんで薄い色よりかやっぱこういう濃い色のデニムの方がいいかなと思う。なんか肌がやっぱ見えてた方が重くなりすぎないから、若干ちょっとこの辺とかこの辺とかちょっとだけ私は秋でも冬でもこれは見せないですね。では次の方、はい、お願いします。いいよ、ね、じゃあ私いきます。あ、それだと思った。こちらに変えるね。じゃあ私は上をちょっと脱いで着ていきます。はい、ベタガン細っ。じゃん、こんな感じです。私はカフェで勉強コーデです。わー、で、ここからイヤリングをつけるんですけど、これはここのパールも可愛いんですけど、この上がハートになってて、はい、ほんとだ。つけます。靴はこの広いブーツ、すんかわいい、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 柄もちょっと秋っぽいなって思って、うん、で、あとこのフリルは私の好きな形で、で、しかも短すぎずだから秋に最適な、うん、どうぜ。はい、で、あと私はこの前身長を測ったんですけど 153.8 で、まあ、ちょっと低身長っていうか、うん、だったんで、ちょっとこのハイウエストで、あの身長高く見えるような感じでしてます。で、スタイルもですね、こんな感じです。はい、じゃあ次、木曜日の人、はい、
はい、木曜日のコーデをやりたいと思います。こみちゃんはシンプルな感じですよね。こみちゃんマジ髪綺麗、巻き髪美しい、ね、美しい、ね、あ、これです。わー、かわいい、すごい、大人っぽ、こみちゃんっぽいね、メロンの、はい、こんな感じです。かわいい。全体的にモノトーンなんですけど、このバッグで色を入れて秋っぽくしてみました。秋っぽい色、かわいい、からし色で、テーマは地元の駅周辺で食べ歩きです。ミスドとかよく行くんですけど、ストアとかいろいろ食べ歩きをしたいなっていうコーデです。今年流行ってるこのジレで大人っぽくしてみました。なんかこのコーデを決めた時に下ろしてる古い感じの巻き髪で引き上げちゃったりして、なんか大人っぽいかなと思って髪を下ろしてみました。かわいい、綺麗、ね、いいな、まあ、使いたいな、まあまあ綺麗だって、うわー、久しぶりだったいな前髪だから、前髪。はい、金曜日です。はい、フライデー、やりたいと思います。はい、まず上の服を着ます。こちらです。かわいい、ちょっとこれ慣らないといけないので、あ、いない、行ってきてください。セイラちゃんとかさ、コノハちゃんといえばどんな感じの、え、なんかグレーっていうのが、え、あるよね、あるよね、確か着てほしい服、なんかスウェットとか、あ、やっぱり、やっぱり行ってきてね。ココミちゃんとかさ、アイメンの時のなんかアスレッチが、あ、めっちゃ似合ってたよね。こういうやつがめっちゃなんか新鮮で、しかもめっちゃ似合ってて、あれだった、あれだった、あら、ヒューガル、ヒューガルが、ヒューガルこっちゃん、うん、完成です。かわいい、かわいい。私のコーデのテーマはカラオケデートです。おー、モノトーンで、うん、結構モノトーンはあんまり着ないんですけど、秋とか冬が結構暗めの色を着ることが多いので着てみました。そのマスクさ、カラオケのソファー感ない？確かに、意識しました。おーい、じゃあ次土曜日の人お願いします。じゃあ私のコーデは、はい、上はこれでーす。おー、流行りのアームホージです。あら、おそろ、かわいいね、肩のところ、こちらの、え、かわいい、かわいい、実はこちらです。生地がさ、ね、すっごいさ、そうなの、かわいい。で、最後に今回はこちらです。おぉ、私のコーデはこんな感じです。おぉ、うん、かわいい。テーマは、テーマは休日にお友達とショッピングモールに買い物に行くコーデです。いいですね、おしゃれ、かわいい、かわいい、期間満載だね。ね、色合いとかも、生地も、ベロは生地で、なんか気持ちいいし触ってて、うん、でなんかさ、秋って感じで、ね、ちょっと私も今流行りのアンゴーマを取り入れて、最先端の秋コーデにしました。かわいい。じゃあ最後、日曜日の方、はい、はい、えーなちゃん。ボーダー、うん、大きめのボーダーのやつです。すごい、今日の流行りをめっちゃ把握した。めっちゃ詰め込まれてるよね、ね、ね、本当にすごい、うん、はい、ということでこんな感じです、うん、それが、うん、長すぎず短すぎず寒くても暑くてもいいかなって思います。はい、こ、はい、うん、のさ、なんかちょっと太めのやつの斜めが気にするの最近なんか流行ってて、ね、ちょっと短めにしてさ、確かに、うん、なるほど、ブーツだってさ、足長く見えるじゃん。私、ふくらはぎとかが太いのが嫌だな。だから、そういう時にロングブーツ、この丈めっちゃいい。作れるし、買ってみよう。買ってみよう。よう秋、みんなメルフシメンバーシーンで買えちゃうからね。ね、うん、はい、ということで今回は1人1コーデで1週間分のルックブックをしてみました。はい、みんなそれぞれ違うから、系統が、その見てる人も参考にしやすいと思う。なってる側もすごい参考になってる。ね、なったよね、めっちゃ。セイラちゃんも初めてだったと思うんですけど、どうでしたか？トレンド欲しいと思うので、よかったなと思います。
はい、ここみちゃんも初めてだったね。そうなんですよ。なんか今回秋コーデだったじゃないですか、はい、今度秋メイクとかもやって。確かに確かに。またね、7人で交換し合ったりとか。いいね、いいね。いろんな話出ちゃうから、いろんな系統を着こなせる女みたいな。皆さんぜひ参考にしてみてください。はい、はい、見てください。せーの、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。